12日放送の乃木坂46の5期生が出演する日本テレビ系音楽バラエティ番組、新乃木坂スター誕生、毎週月曜深夜25時59分から、では、一ノ瀬美空が中西アルノの意外な一面を明かす場面があった。一ノ瀬美空、中西アルノの意外な一面明かす、メンバーの意外な一面についてお笑いコンビオズワルドから話を振られたメンバーたち。すると、一ノ瀬が、あるのなんですけど、と口を開き、中西は、私、とびっくり。一ノ瀬によれば中西が、意外と甘えてくる、のだという。ところが、それがすごい卑怯で、と一ノ瀬、中西が甘えてくる様子を、ねえくー、と、可愛らしくおねだりをするような様子で再現し、目をキラキラさせながら、すり寄ってくると明かした。中西あるの、計算は、全然ないです。一ノ瀬によれば中西が、意外と甘えてくる、のだという。ところが、それがすごい卑怯で、と一ノ瀬、中西が甘えてくる様子を、ねえくー、と、可愛らしくおねだりをするような様子で再現し、目をキラキラさせながら、すり寄ってくると明かした。バル、中西あるの、計算は、全然ないです。一連のトークを何とも嬉しそうに語った一ノ瀬だったが、オズワルド、伊藤俊介からは、ちょろすぎるだろうと突っ込みが。また、甘えに、計算、があるか尋ねられた中西本人は、一ノ瀬のモノマネに笑いながら、ないです。全然ないです、と自分でも笑ってしまっていた。